枕元の女。死神の話といえば、同じようなものを体験したので投下する。最初に見たのは、いつ頃だったのか覚えていないのだけど、おそらく4歳頃だったと思う。俺は熱を出して、和室で一人で寝かされていた。ふと気づくと、枕元に人の気配がした。母親が様子を見に来たのだと思い、目を閉じたまま話しかけたのだが、返事がない。変だと思い目を動かすと、ギリギリ視界に入るぐらいのところに、髪の長い女が正座しているのが見えた。女はうつむいていて顔は見えなかったが、母親とは違うことは分かった。恐怖よりも、誰だろうという気持ちが強く、そのうちうとうとと寝てしまい、次に目覚めた時は誰もいなかった。後で家族に聞いたが、そのような女はいなかったということだった。同じようなことが数年に一度のペースであった。いずれも俺が高温で寝込んでいる時、枕元の視界に入るギリギリのところに、うつむいていて顔の見えない髪の長い女が正座しているってパターンだ。ただ女は必ず視界ギリギリのところにいて、ぼんやりとしか見えない。何回も試みたが、はっきりと見ようと起き上がると消えてしまい、見ることができない。視界ギリギリのところにいつも存在するのだ。中学高校になると熱で寝込むこともなくなり、当然女を見ることもなくなった。久しぶりに女が現れたのは、大学で一人暮らしを始めた頃だった。不摂生をしていたせいか、その頃は寝込むことが多かった。いつものように枕元にその女は正座していた。実家から離れて自分についてきたのかと驚いたとともに、いつもと違う何とも言えない違和感を感じた。その時は久しぶりの出現だったことと、実家ではなく下宿先に出てきた際だと無理やり思い込んだのだが、その次に出現した時にその違和感の正体に気づいた。明らかに女の体の角度が違うのだ。以前より前のめりになっている。その次に出現した時はさらに前のめりになっていた。その次はかかとを上げていた。どうやら女は正座から徐々に腰を浮かして立ち上がる体勢に変化しているようだった。まるでコマ送りの静止画像のように徐々に変化している。実は俺はなぜか今までその女に対して恐怖を感じたことがない。しかし立ち上がると気づいた瞬間から言いようのない恐怖を感じ始めていた。完全に立ち上がった時、どうなるんだろう。すべてが終わるのだろうか。最後に女が現れたのは今から2年前。その時、女はもうほとんど立ち上がっていた。顔も口元が見え始めた。次に現れる時が最後だと思う。そう思うと、ここで寝込んで女が出現することがないよう、この2年間手洗いうがいを欠かしたことはない。もちろんインフルエンザの予防接種も欠かさず、超健康に気を使った生活を送っている。枕元の女。笑い声。これは今から5年ぐらい前に実際に体験した話です。当時私は会社員で、妹は高校生でした。その日私は仕事から定時で帰宅し、リビングに入ってすぐソファーに寝転がって漫画を読み始めました。まだ夕方で夕日が沈む前だったので、
電気はつけなくても十分明るかったのを覚えています。しばらく漫画を読んでいたら、何やら2階から、と笑い声が聞こえてきました。何人かの話し声がします。あ、また妹が友達連れて2階で遊んでるのか。と思って気にせずに漫画に集中しようとしたんだけど、だんだん2階で話が盛り上がってきたようで、笑い声がどんどん大きくなってきました。まあ、うるさいな。と思いながら気にしないように我慢していたんだけど、やがて笑い声が、から、になり、床をだんだんと叩き出しました。しまいには、笑い声が叫び声になってきて、とか言いながら、リビングの天井の電気が揺れるぐらい、ダン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 って蹴りまくってくる。獣の断末魔みたいな、マキシマムザホルモンのデスボイスみたいな声がずっと響いている。これには私もムカついて、はぁ？ありえない。うるさすぎて近所迷惑になるだろう。と、さすがに切れて2階に文句言いに行くことにしました。リビングから出て廊下を歩き、階段を上ろうとしたときに、ふとおかしいことに気がつきました。廊下の横に玄関があるのですが、あれ？私の靴があるだけで、友達の靴どころか、妹の靴もない。え？靴がない？じゃあ、今この家にいるのは私だけ？じゃあさっきの笑い声は？とそこまで気づいた時に顔を上げてしまったまま金縛りになってしまいました。さっきまでの笑い声が消えて家の中は静まり返っています。目の前には真っ暗な階段。シーンとした2階は暗くて何も見えない。一気に恐怖が襲ってきて、怖くて早く逃げ出したいのに、金縛りで動けずにいたら、二階の奥の妹の部屋から、と、扉を開けるかすかな音がしました。私はもう恐怖で体中から変な汗をかいて、顎がガクガクしていた。少ししてから、ミシ。と、誰かが床を踏みしめながら歩いてきている音がしてきました。階段の方に誰か来る。と思った時、ガクンと力が抜け、バッと体が自由になり、一目散に階段を離れてリビングに駆け込みました。リビングに入ったら、すでに部屋が真っ暗になっていたのでびっくりしました。いつの間にか日が沈んでいたのです。慌ててリビングの電気をつけて、テレビを大音量でかけて、ソファーで丸まってブルブル震えながら母の帰りを待ちました。あの時、玄関の靴に気づかなかったら、一体2階で何を見てしまったのだろう。2階に一体何がいたのだろう。ちなみに、妹が帰宅してからこの話をしたら、妹になぜかキレられ、妹は二度と2階の部屋を使わなくなってしまいました。笑い声。はい、どうも。家にまつわる怖い話その26をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。怪談探偵 VTuber の影のゾウと申します。少し前に親の付き添いで、上司に行ってきまして、まあ、何をしてきたかと言いますと、実家の Wi-Fi がものすごい遅いと。で、これをなんとかしたいので、私らはよう分からへんからついてきてって言われまして、で、まあ、行ってきたわけなんですけども、そもそもね、実家のその Wi-Fi を買ったのが10年前ぐらいなんですよ。で、一応ネットで今のネット環境がどれぐらい速いかっていうのを調べられるじゃないですか。で、いっぺんやってみたところ、
僕もね、あんまり詳しいことわかんないんですけど、いわゆる快適って言われてる数値の半分ぐらいしかなくて、しかもね、その半分以下の速度が、Wi-Fi が置いてあるリビングでそんぐらいしかなくてですね、うちのお父ちゃんもお母ちゃんも自室で、結構ズームとかしたりするんですけども、もうそれがもう鬼のように重いと。で、お母ちゃんが仕事してるその寝室に至っては、LINE 電話すら繋がんないって言われまして、まあそれはちょっと面倒やなって言うので見に行ったんですけども、まあ店員さんに、こうこうこういう家で、こうこうこういう状態ですっていうふうに言って、やったら、一応この新しい Wi-Fi と、中継機っていうのがあるので、それをかますと、まあ、リビングから遠い部屋に対して、一箇所中継してからも、Wi-Fi の電波が出るので、前よりも強くなりますよみたいなやつも一緒に買ってきて、で、早速つなげたんですけども、まあもちろん爆速にはなったんですけど、お母ちゃんが作業してる寝室だけ全然良くならなくて、これなんでなんかなと思ったら、リビングと寝室の間にお風呂場があるんですよ。で、お風呂場ってこう周りタイルに囲まれてるじゃないですか。で、まあそのせいなんかなっていうので、お風呂場のすぐ真横で作業してたんで、寝室の扉前で作業したらっていうふうに言ったら、まあなんとか動くようになりましたけど、結果中継機は何の役にも立たなかったですね、うちは。2階がリビングで1階がお父ちゃんの仕事部屋なんですけども、新しくした Wi-Fi が強すぎて中継機かまさずに直接1階に届いたので、で、寝室に中継機置いても何のプラスにも なんなかったんで、今は中継機は置物と化してますけども、一応実家の Wi-Fi が強くなってよかったです。それでは家にまつわる怖い話その27でお会いできましたら幸いです。怪談探偵 VTuber の影の像でした。ほなほな。